フリーザの宇宙船内のメディカルマシンでギニューとの対決での傷を癒した悟空。死の淵から蘇り、さらに強力になった悟空は宇宙の帝王に戦いを挑むのであった。思ってたよか、ずっとガキっぺえな。まだゴミが残っていたのか。カカロット お前、カカロット、その名前はサイヤ人か。あいつだ。惑星ベジータを滅ぼした時に最後まで抵抗したあのサイヤ人にそっくりなんだ。さっきまでもカカロットじゃない。とうとう限界の壁を乗り越えやがった。スーパーサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおけない。バカだね。おとなしく震えてはよかったね。かもな。生意気だよ、お前。それにしても、あいつらの凄まじい気だけでも押し潰されてしまいそうだ。どうやって料理しようか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。そうだ、あの最強の戦士、スーパーサイヤ人だ。フリーザ、もう貴様はおしまいだ。ざま、見やがれ。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。ベジータ、よく聞け、カカロット。俺や貴様の生まれた星、惑星ベジータが消えてなくなったのは巨大隕石の衝突のせいなんかじゃなかったんだ。心臓を貫いたのにしぶといね。話はまだ続くわけ。俺たち以外は全員殺された。貴様の両親も、俺の親である王も。頼む、フリーザを倒してくれ。サイヤ人の手。やっとくたばったか。じゃ、恐怖のショーを再開しようか。ベジータ、あいつにいいようにされちまったんだ。悔しくてしょうがねえんだろ。綺麗だったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。俺も少し分けてもらうぞ、その誇りを。ほら、嘘立ちのサイヤ人だ。姉たちに殺されたサイヤ人たちのためにも、そしてこのナメック星人たちの
もそろ君は強いよ。まさに驚異的と言ってもいいほどだね。そいつはどうも。一応最後に聞いておこう。どうかな、僕の下で働いてみる気はないかな。冗談じゃねえって。オラがそんな申し出受けと思うか。そう言うとは思ったよ。サイヤ人という連中はバカと言っていいほど頑固だからね。じゃあ君に残された道はたった一つ、死ぬしかない。どうかな、そう簡単にはいかねえぞ。大した自信だね。だが僕は気づいているよ。君は本気で戦うと言っておき、まだかなりのパワーを残していると。そいつの考えを入れても僕の計算では約 50%、 つまりマックスパワーの半分も出せば君を宇宙の塵にすることができるんだ。楽しかったね。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。何？始めたようだね。でもこれで死なないだけでもすごいことだよ。サイヤ人、めったな、勝てねえ。もう我慢できない。僕も行くよ。待て、奥のやつ何かするつもりだ。元気玉だ。ゴハン、クリリン、貴様らの残った木を俺によこせ。さっさとよこすんだ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。あんなの上空に作ってやったのか。どこにあんなパワーが残っていたんだ。とうとうバレちまったらしいぜ。さっさと元気なことやらを完成させちまえ。すまねえ。時間がかかっちまうんだ。こいつの大弱点だ。まだうろうろしていやがってるか、あのナメック星人め。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし来たぞ。やめ